力は、下町ですごく昔からの町並みがそのまま残ってて、ね、戦火逃れたりとかして古い町並みがそのまま残ってるところかなと思ってて、だからすごい情緒があっていい感じです。あとは商店街とかもシェアハウスのすぐ近くにあるんやけど、そこがすっごいにぎわってて、あのお魚屋さんとか八百屋さんとか、あとお肉屋さんもあるし、あとすごく古いあの歴史のあるお茶屋さんだったり和菓子屋さんとかもあるから、それがすごい魅力かなって思います。あと飲食店とかもあの個人経営のお店がすごい多くて、で、まあ、隣の京橋とか、あとまあ北南とかそういう繁華街とは違う、なんかチェーン店とかもそんなに多くないし、なんか個人個人の商店とか飲食店がすごく頑張ってる、にぎわってる街っていうのが、この蒲生4丁目の魅力かなって思います。なんで今日はね、飲食店とか商店を紹介したいなと思うので、早速行ってみましょう。ということでですね、今日はですね、蒲生4丁目に詳しいおさやさんに、この街の魅力を教えてもらおうと思います。ちょっと自己紹介お願いします。こんにちは、おさやです。よろしくお願いします。蒲生4丁目はどのくらいですか？蒲生4丁目歴はお店が7年、はいはい、その前に2年くらい住んでました。なるほどですね。9年、10年くらい。このお店は、私のお店、おさやのお店、はい、カフェバー金の音と言います。了解です。今日は、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします、はい、で、彼はどうも、しんごです。こんにちは。しんごくんはあのガモ4丁目に引っ越してきたばっかってことで、だからちょうどいいね、今日おさやに教えてもらうっていうのね、今日の意気込みは。いや、もういっぱい食べて、もうガモ4丁目に尽くすぞ。ということで行きましょう。今日はガモ4丁目の街を紹介していきたいと思います。ということで始まりました、ガモ4エキスパートおさやによるディープな街歩きツアー。まず最初に向かうのはガモ4丁目を語る上で欠かすことのできないこちらのお店。ここは築110年の米蔵を改装してる。メルモのサニーデイレイジュライン everything turned upside down。I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. お腹いっぱいになったので、カフェに行こうかなと思ったんですけど、今日は変わり種としてお茶屋さんに連れて行きたいと思います。こちらは160年続いている創業の老舗のお店です。若い時からずっと鹿児島の方にお茶を仕入れに行ってたんですよ。そのつながりとかもあるので、結局その九州の、福岡の八女だったり鹿児島だったり、あとはその岡山の、契約農家さんがおられたりとか、あと静岡ですね、宇治とか和塚の方とかもやっぱりこういろんな産地の方との知り合いがあるので、本当にたくさんの茶農家さんのお茶を仕入れて販売できてるっていうのがすごいうちのお茶の、お店のこだわりなのかな。次は一番新しい、最近できたてほやほやのこちらのお店、ティラミスを食べに来ました。行ってみましょう。 When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, I'm better off. When I look at what I've done now that we ここではエスプレッソが飲めます。ガモ4ではエスプレッソがね、飲めるとこが他にはないので、じゃあ早速いただきます。じゃあいい？いただきます。めっちゃほうじ茶の香りがして美味しいです。
甘いマスクの店主が作る本格ティラミス、ぜひ一度ご賞味あれ。続いてやってきたのはスパイス料理が美味しい老舗カフェ LDK。 はい、というわけでこの LDK さんはナイススパイスっていうオリジナルスパイスを開発して作ってるので、これをここの人気メニューラスポテトにかけたりとか、あとタコライスにかけたりとかしたら美味しいので、早速いただきます。ありがとうございます。うん、おいしい。せや思ったやろ、せや思ったやろ、ちょんまに美味しい。タコライス久々や。そして何より一番の魅力は幼なじみという2人のおかみ、気さくで人当たりが良く、誰でもすぐに打ち解けることができるだろう。料理はどれも美味しかったが、実家のリビングのような空間で食べる食事がどこか懐かしく、とても居心地が良かった。時刻は4時、アフタヌーンティーの時間ですね。そこでガモヨンマダムたちがこよなく愛する素敵なお店に連れてってもらいました。お紅茶が飲めるので、私は台湾茶にしたので、いただきます。うん、めっちゃ香りがいいです。厳選された紅茶はもちろん、パスタにハンバーガー、キッシュもマカロンもどれも超ハイクオリティ。敷居の高いお店かと思いつつも、ノリの良さ抜群のオーナーと話していると、ここが大阪の下町だということを思い出す。今回はね、今まで昼のお店をいっぱいガモヨン紹介してきたんですけれども、うんうん、今回は夜のお店も紹介していこうと思います。腹ペコ、やばい、ペコペコだね、うん、もうやばい。で3分でこちら、こんな近くにガモ中華シーさん、中華とここ日本酒とかが美味しい和食のお店と、はいはいはい、今日行く和月さんおでん屋、和月3軒さ並んでんね、すごない、これも全部古民家再生の、お店で、かわいいな、うん、今日はじゃあ和月さんに行きましょう。やっぱ大根が一押しなんやけど、このでかさやばない、やばい、めっちゃでかい、タワー、そう、大根と卵とつくねと、うん、白滝、うん、とこれが車、車くってめっちゃ珍しくない、聞いたかな、初めて。で、あとこれが自家製の柚子胡椒、いただきます。いただきます。うん、うん、もう、あっこうまっ、しみるわ、あ、結構軽い、ハムやごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった、本当に美味しい、はい、ここはガモ三丁目なんだけど、うん、知り合いの、あ、3なんだ、そう、知り合いのお店なので、行きましょう。出すパスタは、麺がうまいです。自
家製麺ってことやな。いや、これ自家製麺じゃない。自家製麺じゃない。仕入れてるっすけど。うまいこと。麺がうまい。麺がうまい。そう。あの、なかなかね、あんま生麺使ってる店って少ないと思うんですけど、やっぱたっコストがかかるから。でもね、やっぱうまいからもうこれ使いたいなと思って。はい、お待たせしました。サーモンのクリームパスタでございます。チョベリフ。京橋のここが二の道っていう、ここもね、バンドの知り合いのお店なんだけど、去年布施で1店舗目が開いて、で今年2店舗目が開いた二の道っていうお店です。焼き鳥屋さんです。なるほど。もも肉ですね。これが肝の新鮮と、こっちが熟成になってます。開業したのもつかの間、1年のうちに2軒も新店をオープンした二の道さん。そんな人気も納得の絶品鶏料理の数々でした。もう4丁目は下町やから、あんまり遅くまで開いてる店がないんやけど、私たちの憩いの場、なんと24時間空いてるお店があります。おというわけでラーメン食べてきます。昨日行ったね。ただいまー。もう食べれないよ。ということで、蒲生4丁目のエキスパートによる超ディープなローカルツアー、いかがだったでしょうか。他にも紹介したいお店がたくさんあるのですが、全部紹介してしまったら旅の醍醐味が半減してしまうので、続きはぜひ皆様の目で確かめてもらえたら嬉しいです。大阪 Vlog シリーズはまだまだ続くのでお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。